バス停のあのこのタイトルの E の上。自由の女神映ってる。おい、ニューヨークじゃねえかよ。あれ。それでは今回のルールについて説明しよう。今彼らの手元にあるのは、くるぶし隊員がアメリカ全土を旅しながら撮影した11枚の写真。ここに写るわずかな手がかりを頼りに、写真が撮影された地点を特定し、スピードの出ないバイクで直接現地を目指すというとても乱暴で無鉄砲な企画なのだ。あ、ほらほら、レインが、シカゴでございやす。この辺りから探し始めりゃいいんだよ。全員散りますか？散る？じゃあ今井さん、もう今井さんに任せて、今井さんの行くまま、気の向くままに。あ、じゃあほらほら、あった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 。あった？え？え？え？違う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 、バス停反応がマジすぎて俺びっくりしちゃってでもなんとなくこの辺りの空気し始めてますよ、もう今。でも確かにそうだね、気はするな、まあ、多分線路を探す、高架とか線路を探すのが多分ベストかな。あれだ、サンフランシスコより全然広いけどあ、でも高架がある、そこにほら高速の。あ、でも公園の中にビルがないから違うんじゃないか。そっか、でかいビル。でもあれさ、ビル以外の背景がほぼなかったから外周で撮ってると思うんだよね、割と。外周出たよ、外周。ラスベガスも外周だったわ。なぜか外周で撮るんですよ、あの人一歩入れたくないから。これ手に入れたらロコちゃんポイント入りますね。ロコちゃんポイント、ちなみにロコちゃんポイント何点？52万点。ロコちゃん65だよ。何言ってんのロコちゃん、ロコロコちゃんだから。あー、でもなんかありそう、ありそう、ありそう。あー、なんかほら、ここが見えてる。いいね、いいね、いいね、いいね。あれ珍しい路地、まあ、島島だからミラーわかるよね、建物としては。待って待って、ごめん、これ見つけた。もう皆さんあれですよあ、見つけてしまいました、私。え、本当に？はい、この写真よーく見てください。はい、うん、右上の方にちっちゃくなんか手を挙げてる人見えません？右上の方、バス停のこのタイトルの E の上。おい、自由の女神映ってる。おい、ニューヨークじゃねえかよ。はい、皆さん、とりあえず一旦集合、一旦集合。おい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 、誰だ、ユータン。サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ方式だ。いや、申し訳ない。はい、ロコちゃんポイント限定です。限定です、もうこれで65点取れちゃったよ。いや、本当にびっくりした。バッサンに説明するためにさ、写真よーく見てたらさ、見てちゃった。なんかいるよ、本当に。本当にいるやん。本当にロコちゃんポイント限定だけでいいのか？だいぶ時間使ったね。ではシカゴは間違いだったということで。はい。今回は僕がMVP ということで。じゃあ見つけちゃったって言った時にさ、うん、俺このシカゴの中で見つけたのか忘れてなって思ったのよ。あったんだ、よかったーっつって、うん、いや、これで俺あれだ、65万ポイントだ、やったーって思ったの。うん、そっか、自由の女神が写真に写ってます。やっちゃいましたね。でもね、40キロ今までの距離と比べると短いので、もうささっと行っちゃいましょう。バサさん、掛け声をお願いします。じゃあ行くぞ、お前たちに。ちょっと待って、その前にシロン君、なんか40キロが許されるって言うけど、いや、その前に俺たちシカゴ行ってるからな。シカゴ行ってお前ニューヨークやからな。80キロぐらいは走ることになるんだからな。な、待って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 、なんで僕を攻めるんだ。今井を攻めるべきじゃないか。シロン君が早く見つけてればいきなりニューヨークだったんだよ。こいつら責任転嫁しかしね。僕はあれだから、本当にみんなについてきただけですから、はいはいはい、今回に関して。いや、僕もね、ついてきただけなんだよ。僕もついてきただけなんですよ。違うんですよ。もうちょっとね、確信持っててから行こうよとは僕は、あ、まあ、いや、僕のせいです。僕のせいです。はい、行くぞー。ゴー。俺はね、このシカゴの街並みを見たときに、これは当たりを引いたって俺ちょっと一生思ったの。うん。これで当たったら俺ほんと感動もんだなって思って、うん、ちょっとね、ときめいた の, の正直僕もシカゴだと思った、見た瞬間ね。思ったよ、こんなに街が広ければね、うん、どっかにあるんだ。いやー、いらっしゃいましたね。自由の女神いたね。女神やっぱこっそり映ってた。
やっぱあの人ほら少なからず分かるようにって言ってる。いやなんかすごいブーンって飛んでった。なんかブーンって。でもなんだろう、寄り道だよ。ちょっと長い寄り道だよ。そうだね。うん、まあそうだね。長すぎるんよ。いやー。へこむな。今井さん人生長いからそういうこともあるって。そうだね。そうだよ。うん、そうだよ。こんなとこで人生の酸いと甘いを思い出されるとは。旅も一緒だよ。明日はきっといいことあるよ。あ、危ない。笑って笑ってこのハンドル操作が。そうだね。ハオタロ。すごいなぁ、さっきの70キロ全部持ってったな、バスさんが。今綺麗な、綺麗に入れてきたなぁ。腕上げたなぁ。3年以上やってたらそら。こんなダメなダメなのありがとう。3年間変わらない子もいるからね。おい待てや、誰だろう、誰だろうな、まあ、誰のこと、誰とは言わないけど、ね、誰とは言わないけど、うん、誰でも言わないけど、うん、じゃあ変わらないことが良さでもあるから。まあそうだね。まあ、進化もしなければ退化もしないから。携帯が一番あかんやつや人間。そうなんだよ。そうなんだよ。時をかけぬ城だから。かけぬ時をかける。すごい、多分だからタイムスリップしてきたとしても安心すると思うよ。すごい、万が一何らかの事故に巻き込まれてこう10年先とかに飛ばされてしまった時、シロン君見たら安心すると思う。何も変わってないからこいつだけ変わってない。10年飛んだ、いや飛んでなくない、飛んでなくない？え、今2030年、そうじゃねみたいな。後々実感が湧いてくるからね。やばい、雪降ってきた。さあ、すごいぞ。本当に雪だ。事故が多発するぞ。いや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 、もう我々も慣れましたから、今日だって朝一発目から雨降ってたんだから。梅沢くん、虎視眈々とバッサを狙ってるからね、今。狙ってますよ。ちゃんと画角に収まるように、綺麗に、かつ、俺のこの白くが被らないような位置をね。うん、オーディション取りしてるんですから。地面も雪に覆われてまいりました。なのにそれをそうやって適当なことほざきやがって。今までの行いなんて。ああやって勝手に一人でやろうとして全然できずに自爆していく人がいるんだ。自爆した人いたよね。 ね、青の人自爆ったよね今ね。想像以上に俺の体感が強かった。強かったね、びっくりした。強こいつ。すごいんだよ、あの体幹が強いんだよ。こいつ。あ、全然動かねえ。全然ブレへんのよ。センターラインからずれねえから、マジで。強っ。あの体幹で押されてたわけでしょ、逆に言うと。お前事故るよ、そんな。クルー2にも重量級とかあんの、マリカみたいに。だとしたら、あー、こうなるんだよ。こうなるんだよ、普通は。なんで梅ジャムだけブレへんやろ、あれ。鍛え方が違うのだよ、君たちとは。うまいな。車にぶつけようとしてもこいつ避けやがる。ここからこうやって、梅ジャムだけ全然雪積もってねえの、受けんだよね。ほんまにな。なんでやろ、あいつチーターか、まさか。うん、おい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 。あらぬ疑いをかけてくるじゃないか。今、懸念が少し。ほら、揺れるんだって。しっかり、しっかり攻撃はしていくな。やべえ、もうニューヨークですよ。これ、ブルックリン橋、ブルックリン橋じゃないか、なんだろう、何橋かわかんないけど。ロンドン橋。ロンドンは違う。ロンドンちゃうぞ、ここ。国が違うよ。あ、タイムズスクエアらしいですよ、ここ。タイムズスクエア、ここが、あのタイムズスクエアですよ、ここが。中野にある。中野にもあるけど、急にちっちくなった。2キロだけど、全然見えないんだけど、自由の女神。ね、2キロっつったら、もうそろそろ見えてもおかしくねえと思うんだけどな。思ったよりちっちゃいのかもしれないね。ああ、意外と近寄らんといかんってことかな。うん。やっぱ高層ビルが立ち並んでるから、それで影で見えなくなっちゃってる。なるほど、なるほど。あ、でも見えた、見えた、直線見えた。見えた。この辺りだ、この辺りだ、この辺りだ。じゃあ、この辺りから要警戒だ。自由の女神って、英語でなんて言うんだ？フリーダムクイーン。スタチューオブリバティ。あれ、スタチューオブリバティじゃなかったっけ？スタチューオブ、リバティ、リバティの方だと思う。え、フリーダムクイーンじゃないの？自由の女王。わがままっ子みたいになっちゃって。ゾウどこ行ったゾウ。でもこの辺だと思うんですよ、自由の。あ、これじゃない、これだ、これだ。ここだ。何のなしに来たらここだわ。ここだわ。あ、
げな見つかったそんなわけないの。だってもうシカゴでしょ。だってニューヨークじゃん。ニューヨークなんであるんだよ。あったんだよここにぴったりだ完全にここだあっけなすぎるマジで。あっけなくわがまま女王の話をしてたらついちゃいましたねねえそう フリーダムクイーンを。でもこれよく見ると後ろのやつなんか駅舎っぽくないね。なんだろうなあれ。駅舎じゃない、なんだあれ。ちょっと見に行くか、見に行くか。あれなんだあれ。だこれ、あこれ見たことある。フェリー乗り場だこれ確か。あそうなの。うん、なんかのドラマで見た。で後ろ多分フェリーの多分乗り場に繋がってるような。あの高架みたいなやつは何なんだ。海沿い、あ桟橋とかあるね。シロン君の当初の読みが当たってたわけですな。ってことは当たりましたね。まあ右上であることはぴったりだったね。まさか自由の女神映ってると思わなかったけどねあでもほらこっちに。やっぱあの人言ってた通りだもんね。あの多少はヒントを散りばめてるって言ってた通りだったね本当にこのヒントの入れ方はなウォーリーを探せと一緒なのよ9枚目ですか。9枚、もう分かんない。多分9枚目。いませんでした。はい、今日はもうこれにてまたホテルに泊まって、そしてくるぶしくるを探す旅はまだ続くと。まだ続く。次がもうね、写真もう1枚ありますから。はい、次の写真がやべえんだよな。ああ分かんねえんだよ。やばいよ。マップ解禁しても無理だよあれ。過去最高難度だよあれは。なお解禁しませんから、はい、次の写真探すだけで 10% とかいっちゃうよ。そしたらマジでいやもうそれはもう解禁はマジで、うん、あこれまずいなって思ったら梅ジャム、あの梅ジャム D の方からGO が出ない限りはこいつずっと出さねえぞ梅ジャム D の方からもうそろそろじゃあ使っていいですよっていうその GO が出ない限りは我々地図使えませんから。あれなんかさ、あの今井さんの誕生日からかな分かんないんだけど、みんな GO を背負い出したの大丈夫かな。もともとでも企画の趣旨としてはマップを使って先に行く場所分かっちゃうっていうの自体がまずちょっと趣旨から外れたものなので、やっぱり。うんうん、まあでもお題の写真も趣旨から外れてるような気がするんですけど私。まあそれが一番の問題ではいきますか。さあ今回も地図縛っていきましょう。はい、地図見たけどな、ちょっとうん、ちょっと見たけどね、うん、ジャクソンホールバレーが見たかった。いやもう直線縛りだ。直線縛りで行くの。過去に痛い目を見たよ。というか直線で行ったらもう後ろ海だよご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録をお待ちしております。概要欄にはメンバーのツイッターも載せていますので、フォローの方よろしくお願いいたします。では、三上重工でした。